ヒサシュウです。ワタアキザガオマサイナホ。そして、東京大学熊本県出身ワニマです。うわー、よろしくお願いします。うちにワニマさんおる。やばいよ。多分なんですけど、うちの視聴者さんはなぜこうなったかはすぐ分かると思うんですよ。はい、そうです。なんですけど、一応説明をさせていただきます。お願いします。ナホ君に対して、はい、僕が急にアニメを作るっていうドッキリをしたんですよ。1から10まで本当にしっかりと作り込んだアニメなんですけど、ワニマさんの共によ使わせていただいたんです。ありがとうございます。アニメを作りたいって言って曲を共にで行かせていただきませんかで、すぐ OK って言ってくださったのが、すぐ僕的にめちゃくちゃびっくりしたんですよ。本当に今なんでいらっしゃるかなんですけどこの説明として一番大事なのは、はい、実は動画を撮ってたんですよ。そうですね。あの後に、そう、あの後にその動画っていうのは、もう電話をつないでこうおしゃべりするっていう、リモートですよね。そう、まあ対談だったんですよ、うん、それの動画データが吹っ飛ぶっていう、はい、本当に申し訳ございません。これどうしようかと、感謝を動画でしっかりと、まあ、伝えたいってもあるし、そうですよ、ね、やっぱコラボして楽しかったんで、はい、なんかやれないかなと家に来てくださる。いやいやいや、すごいな。企画やろうということで今メイン動画を撮ってる。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あのアニメで共にを使っていいよって言ってくださったのめちゃくちゃ感動したんですけど、なんで OK をくれたんですか。いや、全然知ってたね。全然知ってた。本当ですか。はい、見てます。めっちゃ嬉しい。新ワンピースのスタンピードでも、そうなんです。アニメの主題歌ゴングでね、で、そしてこっちがあのゲスト出演の声優さんという形でワンピーススタンピードで出てる。接点は実はあって、運命を感じて勝手にね。もともと大好きだったんですよ。僕がハマった時からもうずっといずれアニメ作ろうと思ってたんですよ。そこの曲で使わせていただけないかなっていうのをずっと思ってて、長い期間をかけて作ったアニメにちょっと一回これ言ってみようで言ったら OK くれたのは「ともに」っていう曲なんですけど、まあ2つの意味「ともに」っていうのと「ともに」っていう、こうダブルミーニングで、これはちょっと曲ね使わせていただけないかなと。めちゃめちゃバズったんですよ。急上昇ランキングに2日間以上いるっていう、すごいですね。しかも1位でずっとビタッと上にいるっていう、めったにない。またちょっと今回もなりそうだなっていう感じはしてるんですよ。今日のこの企画、フィッシャーズの中でも結構人気のやつなんです。もやもやかくれんぼー。はい、バンド界では多分一番かくれんぼ好きよね。バンド界ではだいぶ表出てらっしゃるんで、もやもやするんですか。もやもやします。で、もやもやかくれんぼのルールを説明します。ただのかくれんぼじゃないです。ただのかくれんぼは最後まで残ってたら OK なんですよ。最初に鬼となる人が数字を言います、はい、その数字っていうのが順番、今日はですね、ケイタさん、あ、俺鬼です。鬼、はい、鬼。コーシーさんと富士さんは隠れる側。あ、隠れる側です、はい、このメンバーも全員隠れる側です。隠れます。合計7人を見つけられる。多いな。多いぞ。1と7って言ったら、1番目と7番目に見つかった人が罰ゲームです。その罰ゲームっていうのが自腹で10万円を払わなきゃいけないってなんですけど、さすがにちょっとアニメに曲を使わせていただいて、お家に来ていただき、負けたら10万円払いは濃すぎる。こんだけありがたいことしてる。ちょっといいですか。はい。とか舐めんなよ。そう、舐められたもんだな。え、終わりませんの。はい、しっかり準備してきました。ここの、あの部屋の間取りも全部調べてきた。どこでだ。不動産でね。不動産で。その上と怖いんでやめてください。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。数字を言ってもらいます。はい、1から7で。1から7、4と6で。うわー、もやもやするなー。よかったよー。これはこれ、4番目と6番目の人が見つかったら10万円。もやもやかくれんぼやっていきましょう。お願いします。10分間だけしかないんですよ、隠れる時間。隠れる時間が、はい。だから健太さんはその10分間ちょっとあのお手伝いですが、外に1回出てもらって10分経ったら入ってくると。お邪魔します。よし、いないな。
ちょっとなんかメンバーの匂いするんだよな。ワニマメンバーの匂いがなんかするんですよ、こっから。ちくわちくわ、あ、ワニマのメンバーの匂いする。ちくわちょっと来て。ワニマのメンバーの匂いわからんもんね。多分おるんよな、ここ。はい、いました、いました。ワニマギターコーチ見つけました。やっぱりもう匂いがしたとよ。俺もコーチの匂いがしたとよ。次行こう。さあ、ちくわ行こう。頼むよ、ちくわ。あ、ここに残った。やったー。ちょっとおかしくないですか。ちくわが教えてくれた。そんなんナイス。ちくわ連れてきたんすか。嘘でしょ。ちくわになる、今度ちょっと待って、ほら見てないね、ここはね、ちくわ。ちくわこっちは、ここ。ちくわここ。ちくわちくわちくわ、こっちはいるね、ここね。なんか痛い。謎の意思疎通ができてる。早いっすよ。うそー、健太さん。犬はずるい。よっ。さあ、入ってくるんだ。やばい、やばい、早い。俺ら早いぞ。これ被ってるのバレないかなと思ってたんですけど、何のためらいもなくポーンと飛びましたもんね。ここももう一人がいそうだな。いい顔してますね。いいですね。ここも仕掛けてるんですね、こういうことを。これトラップな感じですね。これいないと思うから。あ、もう見なくてもわかります。見なくても。これは多分いないですね。ちくわが反応しなかったんで。いくよ。おちくわ。あ、ちょっと待って、あっちに。一瞬行ったな、今。違うか。お、ちくわここじゃないね。ちくわこっちは。僕たちの知らない合図が生まれてる。ちくわ先輩、これ押すとね、開くんよ。はい、来ました。おお、すごい仕組みまで。はい、すごいです。 YouTuber の本気。ここいてるんじゃない。ここ怪しいね。しかいないね。ないね。ここはいなそうですね。こっちだよな。こことかはいないもんな。こことかに入れないもんな。ちくわ向こう行きました。あ、ちくわ向こう。ちくわ先輩、あれ、ちくわ先輩、漫画も読んでるやん。多分何読んでるんですか。見てる？やっぱおるんよな、なんかちくわが匂うよな。はい、いました。いました。お、3回ここの部屋来たけど早く見つけてと。クビ。名探偵だよ、名探偵や。暗いとこ怖すぎ。あ、3人、3人か、3人。ハハ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 ハ。やっぱりそうか。あ、視力が出てきた。やったやった。ずっとバレねえと思ってたのに。なんでちくわいんだ。そう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 、鬼って犬釣れないんすよ。ここ反則ですもんね。なんならちょっとここ隠れたらもうだって、ここ反則レベルやな。卓球の中とかあるやんか。ここか。おい。もっとそこにいたんだ。よいしょ。ちくわちゃんの鈴が聞こえた時マジ焦りました。ここだけ見なかったよね。それはちょっと。そうですね。早い。もう終わった。もう終わった。ありがとうな。お前幸せだな。お疲れ様でした。最速です。めちゃめちゃ早い。今回すごいです。一人と一匹だった。そうだね。なんか聞く覚えのある鈴の音するなと思って。いつだった順番を発表してもらったんだ。はい、いいですか。一発目は更新やったんですよ。ワニマ更新。わあ。いっぱいある中で、それもね、ちくわが見つけてる。いるけどフィッシャーズのメンバーじゃないよみたいな空気感で俺のことをチラって見て。部屋入ったら、あ、ワニマメンバーの匂いするって思って。そこからはケンタさんの気分。サングラスだけこうやって見えちゃう。2番目誰やった？マサイです。
隙間からこいつを俺の匂いめっちゃ嗅ぐの。お前すごいな。いやすごかった。すごい名犬だ。3番目はうなこちゃん。シルクの編集部屋の押し入れの中。ああ、あそこよく入ったね。そうで俺今日黄色だったからピエンの被り物してたの。ああ、すぐホーンってすぐよ。あのピエンを見て驚かずに甘えてた。そうなんだ。4番目はあ、ここ罰ゲームですから。ワニマフジです。うわアウト。ざ10万円です。10万円です。あのでもシルクさんだからって。うわこちらに6番舐めんなよ。そう舐められたもんだな。来たねーものすげえ顔してロックを舐めないでください。置いていきます。なんか申し訳ないですよ。ありがとうございます。5番目の人僕です。ああシャワールーム。そうだ、はい、サダにバッと負けたんだ。かくれんぼならでもここかな。いやここはいないだろうからくだりなしで喋りなんかポンってそう6番目シルクさんです。20万20万じゃないですか。10万10万です。ジャングルームの奥に決定でございます。はーい。あーやべえな。最後に残ったのは元木です。あーおめでとう。梅洗濯機の上の棚。あーあんなとこ入れんの。入れんの。ということで今回の罰ゲームはシルクと富士山でした。10万円払いましょう。10万円で何か買っておく。あーえーなんか申し訳ない。1人10万ずつやんな。えありがとうございます。ありがとうございます。よし来た。ロックバンド長いんじゃねえか。あとスタッフさんも。スタッフさんもあとで1人ずつ喉笛かけて。本日のコラボありがとうございました。アニメの件も本当にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、 Instagram、 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。